髪今切れないよ、アイロンしてるし癖あるからもうアイロンした状態じゃ切れない。寒かったね、朝って言うのもずっと寒かったけど、朝めっちゃ寒くてびっくりした。外出た時寒いの知ってたけどさ、天気のアプリ見て思った以上に寒かった。明日寒いかは分かんない見てない明日の天気。うん、風富人さん変だ、何これ、赤ずきんちゃん新しいタワー2本2つもありがとう。これ何タワーってやつ、風富人さん、風きんちゃん、風きん熊タワー合ってるか。あともう一個、何これ、家、ズキンクマ、あ、合ってた。あとおばあちゃんのお家とは何それ、赤ずきんちゃんの出てからのおばあちゃんのお家のってこと、おばあちゃんのお家とは二つ、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。あ、ここにあったか。おばあちゃんのお家なんだ。15日、早い。カズキンクマタワーだよね。おばあちゃんのお家だ。風富人さん、赤ずきん熊タワーと、おばあちゃんのおうちタワー、ありがとうございます。
ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。日本文ありがとう。ありがとうございます。ありがとう二つ。変えてないよ私多分。あの色落ち、前よりも色少なくしてる多分。変わんない変わんない、全体のでしょ。変わんないじゃない、分かんないけど毎回空いてるからあんまり変わんないと思う。新作なんだ。私が何、私はなんでスタバの新作ってあれでしょ、あの黒い黒フラペチーノでしょ。それのことだよねきっと。それはなんでな、じゃなくてなんかチョコムースみたいな新作ラテの方なんだ。9時やった。9時何の9時、姫のはまだ始まってないよ。20日20日から、あと5日、まだもうちょいコンサートの日なんで。うん、ダミチンさん、赤ずきんくまたわありがとうございます。ありがとう。ありがとう。コギミアンのグッズは新しいの見てる。でまだね買いに来てない、サンデーショップ行ってない。最近行きたいんだけど来てない。なんで赤ずきんちゃんなんだろう。ハロウィン近いからだからかな。ちーさん、赤ずきんくまたわありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ハロウィン近いから赤ずきんなのかな今。初お話しかありがとうだわ。こちらこそありがとう、来てくれて。今日の弁当はね、今日はお昼2種類で、なんか1個が幕の内、なんかチキン玉とか鮭とかまあいろいろ入ってるやつでしょ。でもう1個が焼肉で、焼肉の方にした。美味しかった。肉の別
そのつもりかしらハロウィンコス、そう着るつもりだけどまだね買ってなくて、今年何着ようかな、まだね決めてないんだよね。そろそろ買わないとだよね。28、29で、あと2週間そろそろ買わないといけない。今日ドボンしてた、ちょっと、あ、てか私あれだ、そう、ドボンね、そう、あれあの、なんだっけ、ゴールデンベッドタイム昨日も今日もしようと思ってたのにさ、結局さ、なんか気づいたら時間過ぎてて、やらなかった。そういえば、やると思ってたんだけど、真っ暗、少しでも携帯充電あったかな、なんかなかった気がするんだよね、この端末。ちょっと待ってね、てかなんか使えなかったかもね、はい、充電なくて、ちょっと今ダメだわもう一個の携帯、なんとか今はあれか、ボーナスタイムかな。じゃない。したことあるよ、で今日2回だけやったほんのちょっと、さっきアイロンしたのにさ、これちょうどさ、ここのフードの部分に当たるからさ、髪が綺麗に外派手になんない。やりましたんだけど、始める直前にやりましたけど、ダメだね、フードのやつだと。伸ばしたらないかな、髪伸ばすつもりはない、今のところ。好きっていうかね、今はねこのまだレイヤーが残ってるから外派手にした方がいいんだよね、今の髪型的に。まだレイヤーの部分がこう揃ってない長さが、だから長さを揃ったらうちも切れも変わるけど、長くしたいとは思ってないね思ってない、長くするつもりはないですね、今のところ。よかった、フルフ感なくなってきた。それ今ここのレイヤーの部分を伸ばしてるからね、あんまないかも。で、あと前あんま出してないから、
先コントローラー足の上に落としたいたちょうど足の上に落ちてきた。最近画像つけてる、あ、画像ね、画像し寒いから寒くなってきて乾燥する気せなきゃ。コントローラーも大丈夫、コントローラー何回も落とす、落としちゃったことあるけど壊れてない。一回足の上に落ちてるからクッションワンクッション置いてる、大丈夫。YouTube でセカゲマージャン、セカゲマージャンはね無理だね。いやスイッチあるのはあるんだけど、スイッチライトだからできないんだよ。普通のスイッチ買わないとできない。スイッチのゲーム配信したいんだったらスイッチと、あとなんだっけ、キャプチャーボードだっけ、なんかパソコンとつなぐやつ、それがいるんだよね。じゃ無理かな、スイッチのゲームは。スイッチ以外だったらできるけど、その配信規約とかがあればパソコンのゲーム、セカゲームパソコンでないじゃない？スイッチのゲーム。私ね、セカゲームの配信まだ見たことないんだよね。この人やっぱすごいな。セカゲーム今日やったよ、2回だけ全然ダメだったけど、全然いいスコア出なかった。そう、結構入ってるんだよね。でもさ、発売されたの何年か前だよね、確か。セカゲーム自体は安い、何円だっけ忘れたけど安い、500円もしないはず。何だったか忘れた。前初めの人は一スイカマスターできてる一スイカできるの、え、すごっ、マストで一スイカを作ったことないんだけど、一メロン、違う、二メロンが最高メロン2個が最高スイカ、スイカ作るの難しいからな、1個本当に難しい。メロン2個までいったのにさ、そのメロン2個がくっつかなくて、
の間にね、いちごかさくらんぼがあってくっつかなかった。無理だった。そう、メロンの次がスイカだから。でも次はスイカなんだけど、くっつかなくってできなかった。スイカに。スイッチそこにある。スイッチこの机の裏に。スイカゲームね、今日の私のスコア1000、2回しかやってないんだけど1900何ぐらいだったんですね。あ、間違ってゲームスタートしちゃった。マイスコアの方見ようと思った。あ、見えるわ。本日のランキング1911かな、これか。最高なんかすごい人いるんだけど、本日のスコアランキング多分全体での9999があるんだけど、え、何これ。え、スイカ2個作ってくっつけたってこと、この人。え、クリアした人いるってこと。え、すごい記録の人いるんだけど、全体のスコア。え、9999の人いるんだけど、スイカちょっとスイカゲームやろうかな。始めちゃった。なんかスコアだけ見ろと思ったら、スイカゲームするって書いた方がいいな。ちょっとくっつけてからも続く。あ、そうなの。くっつけたらどうなるの、消えるのこれ。え、この9999の人は何、どうやったらこんな数字になるわけ。これどこれ何、これ今までの最高スコア7355の方、また1位だった気がするんだけど2位になってる。え、どうやったらこんな数字出るの。初めて見た。あ、ニュースにもなってたの。スイカゲーム。てかさ、これさ、オレンジみたいなやつさ、みかんとか、ずっとオレンジかみかんかと思ってたらさ、カキだった。カキ、カキは違うか。それ海鮮の方になるか。カキ知ってた。なんかこの前ツイッター見てたらさ、その画像が流れてきて初めて知った。そこでオレンジかみかんだと思ってた。知らなかった。柿なの。ちょっとまだ全然と、あそこは135。お前もう少しやんないとね、まだ始まったばっかだから。じゃ、うまい人の配信見てみようかな、一回勉強してやるのもあり。
まだね配信見たことないんだよね、このスイカゲームの。なんか配信見て学んでこようかな。積み方めっちゃ自己流で、上手い方もそうだろうけど最初自己流だろうけど、ちょっとどうやったらいいかも難しい。ランダムすぎて参考にならない。あ、ならないの？やっぱならないのか。積み方ならないのか参考に。まだまだ全然。ちょっとくしゃみ目玉にあった。いや最近めっちゃくしゃみ出るんだよね、花粉。今秋、秋花粉なんかあるよね。それでも目がかゆいとかはないの、くしゃみだけ。あるよね秋もさ花粉なかったっけ。あるよね。それかな、秋の花粉って何、どの種類、なんていうさ、なんかあるじゃん杉ヒノキとか、どっちもあるんだけどさ、秋は何何がある、ヨモギ、ヨモギとかそれなのかな、わかんないよ。ちょっとミスったな置き方。あ、オッケー。結構今いい感じ。あんまこうなんて積み上がってない。いい感じではある。いろいろあるのか、花粉かな。めっちゃね、くしゃみだけ。花粉症っていろいろあるじゃん、目かゆいとかさ症状。くしゃみだけなんだよね、他何もないのくしゃみしかない。たまにくしゃみ。なしくっつかないのかい、そこ隣じゃん。あ、くっついた、パイナップルなった。なんか桜んぼとかがちょっとずつ溜まっていっちゃってる。よくないぞこれは、くっつけないと。まだそんなんだけど、気づいたらさ、気づいたらなんかめちゃこう積まれてってるんだよね、増えてる。スイカゲーム楽しいよね、このゲーム。なんか簡単そうに見えて意外と難しいからハマる意外にむずくて、簡単すぎたらあれじゃん、すぐ終わっちゃうからさ、あれそんなハマったりしないから。意外に難しい。おえ、メロンできた、いいよ順調だよこの調子で。もう一個メロンを作れば正解になるんだよね。初スイカ狙って、メロンまで行った。あ、ちょっとミスった、戻しましょう。今メロン1個、
でももう一個できるでしょ。いやいいよ、めっちゃいいよ。メロンがあるありには結構そんなになんかいろいろフルーツがあるわけじゃないから結構順調に作れてる今。いい感じ。あーリンゴがメロン挟んであるな。ちょっとくっつかないわこれ。あこれで桃あできた。桃できたけど桃もちょっと離れてる。2個がくっつけないといけないんだけど、桃くっつけたらパイナップルになるから。あー色が転がってっちゃった。つかないのそれ。そんな近い場所にあるの。リンゴ、桃、メロン、スイカ。リンゴ、梨、桃、スイカ、メロンの順に大きくなっていく。でその同じねフルーツを2個つなげて次のフルーツにどんどんしていくゲームなのね、これは。でもめっちゃむずいねこれ。なんか見た目はねそんな難しそうじゃないんだけど意外と難しい。そんな見た目してないのに難しそうな。あやばい、さくらんぼが邪魔すぎる。くっつかない。桃がせっかくあるのに。結構あれだな、増えてきたなフルーツが。結構ある。あーミスったかな、積み方ちょっとミスったかもしれない。ちょいミス、ミス。よし、梨3つある。これくっつけたい。やばい、めっちゃ重なってきた。置く場所ミスった。ああ溢れた。1783低い。めっちゃ低いすごメロン、メロン1個はできたのにな。なんで？ちょもう一回するわ。めっちゃ低くない？ 2000 いくのもあれだけど。で3000超えるのが難しくって、スコア2000超えるのもそんな簡単じゃない。あんまいかない、難しい。私の一番いいスコア、ベストスコア2640なんだよね。難しいこのゲーム。こんな難しいと思ってなかった、始めた時。メロン1個は作れるでしょと思ったけど、いまだに作れてない。500いけた。え、みんな上手くない？なんで？なんで？てかさ、スイカ作れたっていう報告のさ、写真送ってきたりさ、え、なんで？なんでそんなできるわけ？私できないんだけど。
みんなの方が上手いかもしれない。私の方が下手くそかも。いやむずいよこれ。できないもんだって。このカキとし、カキじゃないな、え？カキ？カキ？イントネーションわかんなくなる。カキ同士がくっついてほしかったけど、あ、違うところでくっついた。まあ、いいか、くっついたなら。くっついたならいいか。あー、そこくっつかないのね。やばいな、間にデコポンがいる。邪魔すぎるな。これちょっとどうにかしないと。間のデコポン、あ、もうくっつかない。桜も、あ、でもくっつきそう。あ、くっついた。パイナップル一個だけだった。まだパイナップルなんだよね。パイナップルの次がメロンで、メロンの次がスイカなの。まずメロンだよね。メロンまで行かないと話になる。メロンは頑張れば作れる。頑張らないと作れない。運が良ければ作る。まだね、暖房つけてない。もうつけてる？みんな。今日は寒かったからつけてました。でもなんかね、部屋あったかくってさ、なんか去年もだったけど、暖房まだつけてないです。つけなくっても全然大丈夫なぐらいのあったかさ。あ、パイナップル2個あるんだけど、なんでくっつかないわけ？なんでくっつかないわけ？間のフルーツ邪魔なんだけど、ものすごく。くっついてほしいな。くっつかないね。そうだよね。間のフルーツがどんどん増えてくる。くっつく気配がしないな、このパイナップル2つ。うん、むつ、すっごいすごい感じに積んじゃった。いやー、リンゴはくっつかないし、つかないか、そこ。いや、これ厳しいな。くっつかない。え、パイナップル2個あるんだけど、くっついてメロンになってほしい。でもね、間になんかめっちゃあるの。カキとかデコポンとか。あ、だいぶ動いたけど。いや、それでもまだ間のフルーツが、間のフルーツたちが邪魔。うまくいかないな。うまくいかない。今スコア1213。まだまだだね。メロン、早くメロンできて。メロンが、最初からスイカ欲しい。
最初から成功しとけたらもうめっちゃ簡単じゃん。あともう一個スイカ作ってくっつけるだけでしょ。めっちゃ簡単。急に難易度落ちるじゃん。一気に簡単になる。スイカゲームか、あ、スカイゲームかと思いました。スイカゲームです。スイカを作るゲーム。めっちゃ難しい。これ見た目に反して、見た目難しくなさそうなのに。あ、メロンできた。3つ目のパイナップルができて、いけたいけた。メロン次は、でももう一個今パイナップルがあるから、これをスイカにすればいいんだけど、そうまくいかないんだよね。うん、もう一個できた。でもだいぶいいかもしれない。なし。うわ、間のイチゴが邪魔すぎるな。これ変な場所にイチゴある。ちょっと邪魔だな。あ、変なとこに行っちゃった。ブドウ。あんま良くない。なんかやばいやばい、気づいたら結構上まで来てる。やばい。あ、どうしよう。あー、置く場所ミスったな。溢れちゃった。1850だスコア。ミスった、置く場所。マジで難しいんだけど、どうやってスイカを作ったの？反応型。じゃあもう始めちゃった。ね、私もスイカが作りたい。意外とね、え、スイカできたよって写真送ってくる方何人かいたんだよな。あ、デコポン、デコポンかと思ったら柿だった。めっちゃ見間違えた。なんでこうつかないのと思ったら、そういうことか。スイカつかないわ、違うから。うん、どうやって作ったの？せか、何回かやってるのに一回もできないんだけど、これは運なのかな。やっぱ落ちてくるフルーツによるから、運ゲー？これ運が悪いってこと？スイカが作れないのは。そういうことにしておこうかな。え、作れないんだけど、スイカ。メロンはいけるの。頑張れば。頑張ればメロンはいける。問題はスイカなんだよな。全然くっつかない。うん、 OK。 桃が1個できた。スイカが全然できないの。難しいこのゲーム。40分か、早いな時間。ちょっとなんか
配信見とこうかな、勉強しようかな。やっぱスイカゲーム配信してるから。パイナップルできた。あんまなんか見たくなかったけど、こんなコツみたいな、あんまゲームのコツ見たくなくって見ないようにしてるんだけど、ちょっとスイカ全く作れないから見ようかな、そろそろ勉強しようかな。積み方、なんか勉強しようかな。だって全く作れないんだもん全くなんか思ってた以上にできなくてびっくりしてる。スイカが私の想像と違う、全くできない。結構動いた。でもまだ始まったか。お、カキ。美味しくなった。メロンはできそう。パイナップルと桃があるから。メロンはできそうだけど。スイカ。スイカができない。できないよ。今ね、梨2つと桃1個とパイナップル1個、むずっ、ね、あんま長時間やってるとね、集中力も当たらなくなってくるから、あんま長時間やるとダメなのよ。最近ね、あの2回とかですぐやめちゃう集中力も持たないから。そんなにメロン1個できた。気づいたらメロンになった。そのレーサー早すぎて分かんなかったわ。メロン1個だいぶいいね。このあんまり上まで積まれてないし、余裕がある上にいい感じ。これでももう一個あるでしょ。作りたい。スイカお願い。スイカできてスイカできて、スイカできてほしい。できないかな。くっつかないのかい、ここ。今いい感じ、いい感じだけど作れるかは分かんない今までこれで一回も作れてないから。いやさ、さくらんぼとさ、いちごが交互に来るのやめてほしいよね作れないんだけど、交互に来ちゃうと。あー、梨そこくっつかないの。間の牡蠣が邪魔だね。牡蠣か、牡蠣って言いたくない。あ、梨が飛んだ梨が飛んだ。嘘でしょフルーツ確かに飛ぶことあるんだけど、めっちゃ飛ぶじゃん梨飛んで溢れたわ箱から。なんで、いや、後でしよう、また配信終わったら食べよう。フルーツくっつけた時になんかフルーツが飛ぶのね、それで箱から溢れた。
飛び方がランダムだから分かんないんだよね、どのぐらい飛ぶかが。むずい。そう、うん、よ、うん、たまにある。フルーツ飛んで箱から溢れる。飛ばないと思ってたわ。だよ。いけるかもって思ったのにな、スイカ作るのかと思った。また作れ。キウイはないね。さくらんぼ、いちご、ぶどう、デコポン、柿、りんご、梨、桃の次、パイナップル、メロン、スイカかな。その順番で大きくなってください。私スイカ食べてない。みかんじゃないですみかんかオレンジに見えるんだけど、柿らしい。柿じゃない、柿フルーツおかしいでしょ、そこで海鮮入ってくんの柿スイカはそこまでだねえ、イントネーション変、カキでしょ。カキは海鮮の方じゃん、貝の方じゃん。カキ、カキ、カが下がる方でしょ。カキ上がったら違う方じゃん。合ってるよねよね、こっちが分からなくなる聞いてる方が分かんなくなっちゃったカキね、あんま食べないからな最近。カキばっかり、あの話す時もカキの方が話題多かったからフルーツの方痛くってもさ、カキって言っちゃう時あるさっき何回か言った。そう、カキじゃなくてカキ、こっちの方ばっか言ってたから。食べ過ぎ？いやそんな余分食べてないよ。まだね、あの食べたことあるの3回ぐらいだよまだ3回ぐらいしかない。あんまない。茨城のロケで初めて食べた。あれいつだっけ、8月とかかな確か。だから月1ペース、
今んとこ3回、10月で3回ってことなら。この前行ったの何月、9月だったかな、10月だったかな、忘れちゃったけど、3回目行った時大体月1ぐらい、8、9、10で。まだ数えられるぐらいしか行ってないから。4月だったらロケ8月じゃなかったかな、9月じゃん、9月は違った気がする、多分8月か、茨城のロケ。空気入ってるラーメン、え、美味しいよね、食べたことあるんだけど、めっちゃ美味しかった。同じ店、全部違うお店、全部違うとこ、まあ、3回って言ってもさ、そのうちの1回はロケでさ、茨城だからあれだけど、普通にお店で食べたのは2回けど、うちも違う店で。美味しいよね、キフラは苦手なんだけど、生ガキは食べれる、珍しいなんか私のお母さんは逆なんだよね、生ガキはダメだけどカキフライはいける、逆なんだ。どっちパターンなんだ、カキフライはダメだけど生ガキはいける。カキ当たったことはまだないね、まだそんな食べてないからロケで1回と普通に食べたのが2回だから、まだそんなさ1回1回大量に食べてないから、ロケで1個しか食べてないし、1ピースかね、それ以外普通に食べに行ったのもそんな食べてないから、まだ当たったことない。当たりたい、え、カキ、え、当たりたくないでしょ当たったらやばいでしょ、だって大変そういや当たりたくない絶対にそんな当たって嬉しいものじゃないよ、食べ物に当たるって早く当たりたいなんて人言ったらびっくりするわ、もう一回聞くかもしれない聞き間違いかと思って、全然嬉しくない、とてもやだよ、いいね、美味しいけどね、まだ食ったことはないけど、これからも当たんなくていいなんかさ、牡蠣の鍋あるじゃん、牡蠣鍋っていうの、あれも食べてみたい。ご情報ありがとう。牡蠣鍋食べたこと、じゃあランキングを見ますね、13位から。13位ヒュップさんありがとうございます。12位アラカトルさんありがとうございます。11位ナオさんありがとうございます。10位バトニーさんありがとうございます。9位香港のハルマットマーク、お話し会ありがとうさんありがとうございます。8位ユージャットマーク、ずっと愛してるな許可だけだよさんありがとうございます。7位にゃんほそさんありがとうございます。6位大野貴文アットマーク、3位届くまで正座待機してますさんありがとうございます。
6位 C さんありがとうございます。5位え違うな、さっき6位って言った。5位の方があれだな、C さん5位が C さんありがとうございます。ランキングの数字間違えたか。4位ラボーナさんありがとうございます。3位フロモンさんありがとうございます。2位ダミチンさんありがとうございます。そして1位がクゼツオミトさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。あそうな、サインね、なんか握手会の会場でも受け取れるらしい。なんか前言ってた、あ前はお話し会だったけど、その個別のお話し会の時にファンの方が受け取ってた。多分受け取れるんじゃない次、わかんないけど、あ、もらえるって。霧雨から風邪ひかないでね。ありがとう、みんなも気をつけてね、体調ね。え今日本当に急に寒かったよね、雨降ってたから。寒いんでね、皆さん厚着してくださいパーカー着てても普通に寒かった、外なんかヒートテック着込んでいいぐらい。そう、会場で受け取った方が早く受け取れる、輸送の方がね、ちょっと時間かかるから。明日25度なの寒暖差すごいな、今日は明日で。そう今日雨だったからね、アイロン持っていこうと思って、すごいやばいからさ、取れちゃうからと思ってたのに忘れちゃってさ、洗面台のところに置きっぱで行っちゃって、髪できなかった。朝しっかりしていったんだけどやっぱ取れちゃうから。明日の配信はまた夜やろうかな、今日と同じぐらいで、いつも通りぐらいで夜やります。明日は夜できるか、明日もうか。電気はねちゃんと切ってた、切ってたけど、その持っていこうと思ってコードまとめてさ置いておいたので、そのまま出ちゃった家出なきゃーって思って出て、家出て気づいたんだけど、もう取りに帰る時間なかったから諦めた無理だったもん。うん、ちょっとか、あと30秒ぐらいしかで、今日も、今日もじゃないや、明日も今日と同じぐらいの時間帯で多分やると思います。夜にやります。借りてたアイロン、アイロンだから直さずにやった髪の毛。じゃあそろそろ切れちゃうか、すっきりちゃう。じゃあまた明日の配信で、明日も23時台か、ちょっと早くできそうだったら22時台でやります。じゃあありがとうございました、おやすみなさい、またね、また明日、おやすみ。